Mm-hmm. さあこんにちはー始まりましたオリジンチャンプル金曜日本日のお相手はすっとこどっこいショ商ト。すっとこどっこいブーキーと劇団音声小屋ずきですはい、よろしくお願いしますよろしくお願いします,しい,しますいやねもうほっとくとすぐ 食べ物がダメになる季節がやってきましたね。いや本当ですね。車の中とか何も置けないよね。置けんよ。本当<や>にね。にダメダメ弁当忘れてからそのまま返しちゃったらダメよこれ。<laughs> 車の中でああダメね。だからあいやーってなって昼でも休み時間だから取りに行けるかなと思って取りに行って。一応まあ大丈夫過分ぐらいのっていう気持ちで食べたらもう次の日もアウトよ。

水さんは水さんどんな季節だと思います？あるか水さん。いや不法侵入者が多い本当に。それデイズ聞いていかんといけないような話。いやいや。なんでなんなんじゃ聞いてほしい。不法侵入者が多い。じゃ季節になりましたなとそう本当にあのね夜お家帰ってきまして玄関を開けたらあのまず廊下があって。 はい、で廊下、まあ、台所があったり、あのー、居間があったりするんですけどまっすぐ行ったら洗面所に行くんですよ。はい、えっ、まっすぐ玄関から入ってまっすぐ行ったら洗面所にそうそうでそう<ー>洗面所に繋がっててあ<ー>あのー、まあ、すぐ顔とか、あのー、もうお風呂は入りたいからはい、はい、あのー、タオルもそこら辺に置いてるからタオル取って、はいはい、いろいろこのお風呂入る準備をしてたの。 ななんか、かてうのバチバチバチみたいなバチ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 みたいな音が聞こえて急にバチバチバチってそああと思って何の音かなと思って今に誰かがいてゲームとかしてるのかなと思ったわけでまあ、じゃあそうなのかなと思ってまた準備進めてたら明らかにそのバチバチが近づいてきよったわけ。 なんかこのなんていうのかなもう飛んできましたみたいな感じのスピードで聞き,きよったわけた水さんのところにほう音が急に近くなったんだほうほうほ、んはい、で、はい、もう本当にびっくりして、はい、もう洗面所に逃げて<ー>でも電話でお母さん呼んで二階にいたんだけどお母さん、はいはい、呼んでで多分ゴキブリがいるはずと あそういうことかと思ってお母さんに見てもらったのいろいろ、なんかいろんなところいやもうそこら辺にいるはずみたいな感じで見てもらってあの天井天井、に黒い物体が見えたのねあ、んにいただで母さんがふんってよく見たらカブトムシだったわけ家の中に洗面所に おうちと一緒に帰ってきたんだはず入ってきたんだはずうちと一緒に <laughs> 水さんと一緒のタイミングで,でおうちの中に帰ってきたんだはず本当にびっくりした<ー>でもゴキブリじゃないっていう安心感は半端なかったあカブトムシかってなったいやいやカブトムシはまあ嫌じゃない いや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 じゃない。まだまだ大丈夫だけどカブトムシが家の中入ってくることってあるんですか。びっくりしたてうちもカブトムシですよ。あの多分台湾カブトのこと言ってるんですよね。わかんない。でもマジでカブトムシだった。はあカブトムシつも入ってたんですよね。おおおおお。じゃあカブトムシだ。 捕えなかったんすかカブトムシあのお母さんがうちも本当に虫全般ちょっとダメでそうそうそうお母さんは強いわけでお母さんがモップモップでちょんちょんってやってモップでやられてそうカブトムシがモップに絡まってで外に入れてあ絡まったんでしょうん絡まりやったでピッて逃がしてお母さんがそう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  そのまま逃げてってうん逃げてきましたどうにかこうにかはぁーあーすごいないや使わないなかったの逆にいやいやいや買いたくなるけどいやでも俺それでもちょっと嫌だな何をゴキブリだと思って洗面所ではッってなって見てあなんだカブトムシかあ一応嫌だよああってなるけどなじゃ本当に嫌だよもう虫もう蝶々でさえ入ってきたら嫌だけどあのー蝶々も嫌なんだ なんていうのかなこの恐怖のレベルはもうゴキブリが一番最強回マックスったからもうあとはねちょっとほっとした。 本当に。あ、この程度の怖さか、はい、みたいな。一回もマックスをちょっとイメージしちゃったから。そう,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 そう体験したから,だたからまだ良かったみたいな感じでう、うん。そうちょっと夏らしい体験をしたね。夏らしいですね、うん。それが不法侵入の多い時期になりましたでも。でも本当にもうゴキブリも多いじゃん普通に。 あ、すいません、うち出たことないんでわかんないですね。出そうだけどな。出そいやもう前の家はもう新築だから。前の家はもう一緒に寝てたんだけど、五六匹と一緒に布団の中で。いやだ。マジでよ。こいつマジですごいんですよ。車って寝るぐらい。こいつ横にいてももうビクともしないです。よ、こいつ。はあ、本当に嫌だ。本当。いやもうすごい表情してる。やもう大分もう暗くを共にした中だから。そう。 を共にしたこいつ俺ゴキブリ見てたのに相方のプーキーの家で前のね実家プーキースカイハイツになる前の家ではははいいまあよくネタ合わせをしてたんですけどもう出たら俺もう嫌だから頼むからどうにか処理してくれって言うんですその部屋からってそれがもう普通でしょそしたら こいつが言うことがいやお前一応生き物だぜ。まあそうだけどさ。いやゴキブリは言わんけどな。いやいや言ってた言ってた。あれはボケだろう。生き物だぜ言われて俺ええやっていけるかなって思いましたもん。いやいやいやあのダメなんですよ。逆に叩いて潰したりとかすると。でもわかる気持ちもね。その叩いて潰したことによってそのゴキブリあちょっとあの良健さん多分聞いてるから先に謝っとこう。 あのさん俺のこのゴキブリの話してたハイタッチいややめようじゃちょっとあのオブラートにオブラートにゴーちゃんゴーちゃんゆう方向に行ってみやしゴーちゃんね話だからもうゴーちゃんはこの叩いたらダメだからそのゴキブリ方法をまあな設置してそこで終わらすっていうやり方をしてた俺あでもそれがいいかもねでもゴキブリなんて怖くないよいや怖い怖い怖だ、噛むってわけじゃないからね、いだ、いったらセミとか もうカマキリなん、てめっちゃ怖いな。まあ、まあ、それも嫌だけどね。待って、ゴキブリと、あ、ゴキブリって普通に言ってるな、ゴキちゃんと、それは、どのぐらいのレベルなんですか。壊さレベルというと。て、帝王はもう。帝王は。えあ、そうなんだ。ええ。帝王はゴキちゃんで、それ以下はもう、ピラミッドとかではないでしょもう、一定でしょそう、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 そう。それ、他も。同じ。他、タムシは。 話はは一緒だよもう言ってもうちょっとびっくりするいやだ本当にだ鳥肌立つあじゃセミも大丈夫なんだセミとかもあ大丈夫っていうわけじゃないいやいやだあじゃだからどどんなテンションだばそのゴキブリはうーってなるさうんそのセミとかカミこのカミキリムシとかカマキリとかがいたらどうすんのどういうテンションおううわってなる おぐらい久しぶりみたいな違違うう例えまあ水ずさんの目の前にいブルーンって飛んできてポンって目の前落ちたら落ちたらあのそのテンションテンションじゃんテンションブーンパンああってなるああいや結構ビビるやし一応ビビるけどおおってなりますまだできるそのおーってできるけどできまうん維持でその場その場維持できますうん逃げる逃げるけど俺も逃げる じゃあなんかなんていうの一目散にゴキブリぐらい怖がってるやしゴキブリあの彼は彼は彼はなんだろう人として見てるんだなあのねテラフォーマーズみたいな感じかテラフォーマーズみたいなみんなことない本当に目を離せない逆に なんか逃げるの逃げる逃げる気持ち分こいつがどう出るのか本当にあいつらさすぐ飛んでくるんじゃだからよこっちにセミはなセミはある本当にだから俺怖いな虫って多分全般そうだと思うあでも何かこっちに飛んでくるっていうなんか検索さん はい、オリジンマネージャーの検索さん検索さんから聞いた話なんだけど、はい、あのー、まあ帝王ね、はい、帝王はテラフォーマーマが、うんあのー、地面にベタってくっついてる時は飛ばないんだって。はい、壁にくっついてる時が飛ぶ準備なんだって。 ああ、なるほどね。高い位置から飛ぶんだとか、うんうんうそうそうそう。人間もなんかね、そう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 。ああ、いやもういやだ本当に嫌だ。この前も事務所付近でさ、僕らすっとこどこいがネタ合わせをしてるときに、はいはいはい。なんかやだなと思って、気配を感じるから俺。わかるよ。アンテナがビビビってくる。わかる。ねなんかやだなと思って。 パて足元見たらもういるんすよもういたらうわもうごめん俺もうできないもう集中できないってなって怖かったんであれでもこいつだけじゃないっぽいなと思ってライトつけたらブワーってもう4引匹はいたなあ嫌だびっくりしたびっくりしていたいたこの季節ですからねまあそうだからねまあでも俺はビビらなかったんすよその4引匹出た時もそうこいつもビクともしないだもう そのしょうが、うん、あのちょっと場所変えようぜっつって、うん、あじゃあ分かったっつって、俺も、もう歩いて行ったら、俺の後ろについてくるわけよ。<laughs> ピクミンみたい、ピクミンみたい,にみたいに列をなして、多分俺のこと仲間だと思ってるんだ。で、一応列になったら、可愛いな <laughs> 列になって追いかけてきたら、可愛い。いいピクミンみたいについてきましたからね。<laughs> <に>追いかけてきたら、一応確かに。可愛いな。<laughs> もうあれなんだ。ちょ,っとちょっと可愛い、愛くるしいな。プーキーさん的には、もうありんこと、うん。 そんなレベルは変わらない感じなのあっ行ったらマジで変わらんなだよねもうゴキブリに関してはそうだなもう普通にゴキブリ方法があるっつってまあでも乗っかられたりとかしたらえっってやるよ「どけ!」ってなるよそれはさすがにはい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 でも普通にゴキブリ方法で仕留めるからダメダメだからね叩くのはゴキブリをまあ一応できないそれさえもできない本当にまあできるんだけど俺はできるんかいっていうのもあるしまおばあから伝授されたわけよえー オバ素手でできますからね。いやもう嫌だ。別にマジ強い人いるよね。沖縄のオバは強いからね。素足で行くとかね。あるもんね。だからもうそれ見て俺もこういう大人になりたいなと思って。小さい頃から憧れたんだ。あそうなの。背中を見て育ってきたんだね。そうそうそう。何なんだよ。いいなじゃねえよそんな。 はいツイキャスコメントいただいております。ありがとうございます。はい。はい。シバイタロカさんからいろいろ来ておりますね。昭和二元形と大城家はセミ好きなんちゃうのと。好きではないですよ。まあプーキーですね。相方お白はないですよ。んまあ笑いのアンテナは立てんかいといや立ててますよ。笑いのアンテナから急になんかゴキブリのアンテナが入ってきたんで。 うん、急にそれはもう察知しただけですえ、一番気になるツイキャスコメント来てるんですけれどもえ、群馬のアニゾさんからいただいておりますありがとうございますミーズ付き合ってるのって来てるんですけどだからうちもちょっと気になってたんですけど何のことですかあ、だからさっき言った彼っていうああ、そういうことかそういうことかよ本当にやめてくださいあでも付き合ってるんですよね付き合ってないよもうなんかあ別にいいんじゃないですかもうもういいんじゃないですか別にいや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  何の話してのゴキブリとの話でしょはいはい、そうなんですけど。いやいやいや、いいですかなん、なんでいいんじゃないですか?。なんでそこで人間のプライド捨てんといけんわけ?。もう別にそんなね、事務所が保護してるわけでもないし。ね、ゴキブリとの。ゴキブリとの付き合いを。うん、じゃなくてもいいし。ゴキブリの話抜きにして、今は。ああ、はいはいはい。ああ。ね。そうね。ちなみに、ちなみに、誰なんですか?。ちなみに。名前、名前、はい。えー 安倍ひろし。あー名前安倍ひろし。うん。安倍ひろし。うん。今日今日慰霊の日で来てましたね。合流したんですか。あ本当？来てた？ちょっとあの連絡最近取ってなくて。安倍ひろしさんと。うん。安倍ひろし。うー。これ総理の安倍と間違った。安倍心臓。あ安倍晋三の方だ。ったあるやあるや。ちょっと間違えた間違えた。はい。安倍ひろしか。 いやまあ実際のところ水さんどうなんですか男性関係。単純に素のレベあのテンションで聞いてください。<laughs> <laughs> 気になるな思って。いやいやもうなんもないですよ。

あいつも一人。はい。でも家族がいるでしょ。うん。家族がいるでしょ。いるいる。家族がいる。どんな慰め方よ。ねえ、二十五人もなって二十六ですか。今年六です。あ六人もなって実家暮らしですか。あそうです。いや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 。いやちょっと待って。プキさん人に言えないよね。あ俺は長男だから。俺は長男だからね。関係あるか。俺は長男だからできないんだわ。それが。もう来年には一人暮らししますもん。お。あそうなんですか。うん。 特定するんで、住所教えてください。いやいやいや特定するんで。まだまだ、あの、探してる途中なので。あ、探してる途中。あ、ま探してるんです。うん、うなんか、どこら辺に住もうかなぐらい。北中から。北中城です。あれ、あら。中城です。あ、嫌な、んだ嫌なん。すね淳選手もそれなんだけど。なんか、な淳選手も北中。で、出身で。あ、中城。 ですよね、地元っつったら、いや、北中っつって。俺は北中、絶対絶対的な。この確質なんだもん。嫌なんです。いや、単純に。北中の人北中じゃないしってなる。いや、こっちんだでしょう、こっちんだでしょう、なんか。むっとするさ。だ、こっちんだ。だけど、なんか。なん、な、大里とか言われた、ら嫌じゃない。いや、いや、全然。こっちんだで、す、まあ、な、南部だしな。そう、一括りされても、しゃあないわ、とはなりますよ。マジ えでも水さん元部長じゃなかったでしたっけ地元いやそんな元部ではないですわでもさっきと違うなやっぱちょっと北中に対して今の今の元部のリアクションはいや違いますっていう感じじゃなかった早かったもんなさっきも地元は中ぐすく中ぐすくじゃなんかね10人に行ったら本当に9人ぐらいは北中って間違えるわけ ははいいもう正直これダメなんですかどっちでもいいっていうのはダメなんですかねえまあどっちでもいいけど一緒っていうのはダメなんですかうん一応それはそれがダメってことなんですよね要は中城の方々は下仲の方々はまあまあ違うしねぶっちゃけ違うしねうんなんかうんか一応どっちがいい どっちがいけてるのっていう。中ぐすくか北中ぐすくか。どっちがいけてるのか。ライカムがあるのは北中ぐすくです。あ、じゃ、北中。あの、発展してるのは北中ぐすくです。ああ。ベッドタウンとして。発展してるのは中ぐすくさん。ですちょっと、か、風ちょっと下げていいですか。中ぐすく、地元の話になった、らちょっとボリューム上がってきたんで。なるほど。ええ。あ、じゃ、いけてるんですね。 あの中ぐすくは、中グスクああ、<laughs> これ北中のライカムに行く時の一応よ、パイプ役だ。一応三二三百二十九号線に沿ってできてます中グスクソは。<ー>だから通り道と言われても仕方がないかもしれないけれど、そこに住んでる人がた、はい、人たちがいるんです。でベッドタウンなんですよね。よそうなんです。でも確かにおかしいですよね。北中グスク、うんはい、普通中グスクのが大きくないといけない。 そうなんですよね北中ぐすく東中ぐすく西中ぐすくみたいな多分分け方をされたと思うんですよ分かんないですよ昔はで小さいところがポン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 南にもあるみたいなで中ぐすくが本拠地ですみたいなくくりにされてたと思うんですよそうですよねそりゃ今ではこんなね逆転されて通り道だなんて言われてね本当よ 中グスク城もぶっちゃけ北中にあるんじゃないかってなってるからね。<laughs> え北中にあるんじゃないんですか？北中にあるよ。なじゃあ中グスク城じゃないじゃないですか？うん、北中グスク城じゃないですか。です。おかしいです。<laughs> そこへんはもうあれ中かぐすくう嘘つきじゃねえわン選手がよくネタとかでやるんすけどこの「中かぐすくモール」は北中かぐすくと中ぐすくどっちのもんなんだみたいなんかネタをやるんすよよくあれはどっちなんすかちなみにあのみずうさんはあじゃあほ本当に名前の通りじゃあみさんの勝ちと。 私のところは中グスクモールがあるぞと。死にせよ死にせ。中グスクモールとライカムはライカムの方が強いですよ。わかんないです。イメージ的にね。でも家具の揃い具合は。揃い具合は。一応金比でもあるからよ。中に。あれありますよ。OK。 オーケーは北中北中です。あれ北中なんですか？北中です。いやもう負けやし中グスク。中グスクモールのとこに人魚いるし。あいるな。中グスクイオンもイオのこの後ろの方になんか怖いやつあのなんとも言えない怖さの人魚の。 ありりまますすああでもれでしょんかカップルで写真撮ると幸せになるみたいなやつとかもあるし胸を触ったら出会いがあるとかあれ何で右乳でしたっけ左右どっちかを必ず右だったからを触って。 あ、まあ触ら触れば、うん、この出会いが増えるみたいな。うん、だからなんでかわかんないけどその片方の父だけ、うん、マッキーキーになって、うん。触られ捨てられたです手。すごいの。うん、マッキーキーになってるすごい怖い人形が。あれ怖い確かに怖いんだよな。マジで本当に。風に死にあなんていうの海風にさらされてるから本当に本当に怖い。ね 本当にほらほらほらめっちゃ怖いやつ錆びても茶色もなんもなんて言ったらいいのかわかんないちょっとなんかムンクの叫びったいなんかそういう本当になんか錆びれてるマン張なったらどうなるんですか泳ぐんじゃないあそうそうじゃん泳ぐんじゃない泳ぐんじゃないなんで定位置に戻ってくるんださっきだったらその時は唯一の休憩というか私はいつも人形だけどみたいな感じでもしかしたらあじゃあいやあれがあるからって 別にいいいなななとはならないなまあまあまあ出会いがあ<ー>、うん、でも中城と北中城の、うん、なんて言うんですかその、うん、ここはいいぞみたいないや、ね、北中にないものをちょっと言ってくれれば、うん、ああ確かになっていう気持ちには今の人形みたいな中城はうーん。 北中のいいところはそうねカフェが多いですおしゃれなカフェ多いああそうなんだそうカフェうん結構最近グルメがグルメ的なとこでも発展してるしすごいっすねライカムもできたしそのライカムの周りにねんていうの

中城込みます。中城は込みます。だ北中に行くためのこみこみこみ道ってことですよね。あの<に>広さ。<の>広さ的には、うん、北中と中城ってどっちが広いんですか。どっちなんだろう。 俺のイメージっすよあの北中の中にバチカン四国みたいな感じで中城があるってイメージなんですよそういうそういう感じではないですあ違うんすねでも若干北中がおっきいんじゃないかなおまあイメージ的にもそうかなライカムもおっきいし中城が中が本当に329に沿ったようなね確かに329のまんもう329が真ん中 そう走ってる感じかな。あ、じゃ、あ三人級が通ってるよっていう。ことでた。人あ、道路があ道路がある。国道を走って、国道走ってもさ。お、いい道路がある。三人級があると。あ、北中城の方がちっちゃい。あ、そうっすね。あの。ちっちゃいのにすごい。あの、ちっちゃいのにすごい失礼。 めっちゃ名前なんかいろんな名前が書かれてる <laughs> いやいや確かに何か店の中の地図デージ書かれてるの多いやし文字 <laughs>、うん、が多い地図で見たらいや中賢くもカフェとか今増えてきてますよまあ<う>だからそれは来た中のなんかパクリというか<の>パクリでずれてきたんじゃないですか あのあれですあのあの方が多くなってるな。家賃とかが安い本当に安い。それはプラスになるんかな。安いいや安いよだって駐車場付きだよ。もう駐車場無料ですよ。海沿いってことですか。そう海沿いでもあるし。うん。自然も豊かですし。北中はまあちょっとね高いから。うん。高いからもっと綺麗がいいんかそか。 そういうこと <laughs> っていうかなんで結局この話になったんだっけ <laughs> <laughs> 分からんな、まあ、CM いきますかいやまあうってなったからね最初地元間違えられて、はい、さあメールツイキャスコメントいろいろお待ちしておりますのでよろしくお願いします、はい、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっておりますそれでは一旦 CM ですどうぞ <78. 0 S 2> この番組はよい品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。 いや、叫んでも無駄ださあ、悪いことをしてやるぞちょっと待てーああこの声はちょっと待てーすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはい、お菓子もラーメンも安いの。まだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも気ですがなすぐ行くぞ洗剤も安いないや、早く来いよい品をいつも安くビッグワンあー安全 さあオリジンチャンプルー金曜日始まっておりますよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで群馬の有りさんからありがとうございます。ありがとうございます。こちんだは国道走ってないだろう。そうそう通ってない通ってないでしょ国道走ってないけど5075線は走ってるからね。5075線5075線5075 0 7通ったことあります？いやないないなんなんか全然。 なんだろう、惜しい感じがするね、本当に。僕らもうどの道が507なのかわかんないですけど。街。もう一緒だよ。本当にちゃんとしたい。もうコムコム、朝コムコム、もう本当に夜中スイスイ、朝コムコムだ。なんかいいね、なんかいいね。夜中スイスイですよ。めっちゃいいから、こっちんだもなんかリズムがいい。空気がいいですね、やっぱ。 あのー、先週話しましたけど松村かおりよしこうたさんの <laughs>、はい、この ONY48 選抜総選挙をこうたさんが行った偏見で一人で決めたランキングが発表されてるんです、はい、この吉本の沖縄のところとオリジンコーポレーション合同で、ねうんはい、やってて、まあ、順位が発表されてます。ほ<う>はい でまあ結果的に1位がね初恋クロマニンの比嘉健吾っていう感じではいまあその他にも順位あるんですけどもう興味ないんでやめで <laughs> い,やいやもうわざわざ顔にして出してくれてるのにいやでも興味ないんで今日として今までとかさ <laughs> トップ5とかさ外のでっかい柱に持たれてからそうイヤホン全くこれを聞いている感じはしない。 ケンコウさん1位か2位サインが2位がサーネさんコキザミンデアンサーネさんでサインがコキザミンデアンモーリーさんでネクストガールズ48位がマルキオビルの中曽根翔平かなさんが48位ということでその47位にケージャージさんが入ってるあっ一緒すげえなあちなみにまあだから別に広げたいとも思わんよね いやいやでまあ自分のちょっと知りたいな単純に俺たち入ってない俺たち入ってないえってない入ってない本本本当当当ににに入入入っっってててななないいいんだえ一応似似たた方で言うと方 あの先駆けバーバリアン砂川は入ってるな容姿が似てる言われるけど俺先駆けバーバリアンさんのあ当たってる吉本ボケの人だっけボケの人砂川さんじゃないなツッコミさんがツッコミさんがツッコミさんだなツッコミのツッコミさんが砂川さんねツッコミさんまあわからんなまあどっちどっちでもでもいいけど本当に入ってないんだすったことこれ片割れも入ってないんだ片割れも入ってないなそうか えオリジンと沖縄吉本さんの合同じゃないですか、これってランキング、そうね、オリジンの一番ちょっと、うん、下を聞きたいな、誰なのか、うん、順位で、今、ごちゃごちゃになってると思うんだけど、オリジンだけのく、うん、くりで、そう,そうそう、オリジンの一番下の、あなるほど、この人たちより、僕らは下なんだっていうのを実感したいな。まあ、多分ジャリスケと争うぐらいじゃない、俺たちが。 なんだと争うぐらいじゃね俺たちがねまあ書かれてないけどまあそれでも県外なんでしょうまあ県外なんでなるほどまあただの予想になるんですけどこれ48位まで48位までありますでこの得票数みたいのもちゃんと書かれてるんですけどこれも妄想ですからね一応本当にこの票数もすごいっすよね頭の中だけのね話ってことだよねすごいわすごいわ孝太くんね ありがとね。すごい。読みたくねえ。来年頑張ります。<laughs> いやもう来年もあるんだ。総数すごい細かいな。頑張りますんで。ありがとう。はーい。<laughs> ありがとうねー。<laughs> ありがとう。ーこのままにしてなくていいわ。はーああ<ー>なるほどねー。はーい。いすごいな。どんな感じで自分一人でやったんですかね。 グーやってますけど外のに <laughs> あそっかじゃあツイッターで上げたんですかこの順位とか <laughs> ってことですよねあ,あ,あ上げたんすねんだ、うん、その日曜日にってことですよねあの本家の AKB48 総選挙の次の日によくるっつってますよねああうんそっかじゃあ日曜日だあまあま <うん S 1> AKB 総選挙本家はあの差原が一そうですねあの V3 差し原三ねうん,うん <laughs> そうね、さしあら、りのさんなんか友達みたいな感じだったけどはいはいはいさしあらさんが1位で、2位がまゆゆうん、まゆが、うん、2位だな <laughs>、えー、なんでそれは3じゃないのかまゆは大丈夫 <laughs> その辺がわからないんだよな友達、うん、じゃあ企画いきますかはい、コーナーいきますか A マイシーやっておりますこのコーナー題して小屋水木の女優への道エロく説明してアテオのコーナー さあこのコーナーですねミ、はいえーズーーさんが演技の幅を広げるということで、えー、いろんな、えー、ものに挑戦していこうとそしてエロく説明して当てようのコーナーはですねミーズさんしか知らないキーワードをですね、うんえー、3つまでヒントを言って聞いている僕らそして皆さんで当てていこうという企画となっております、はいえー、ただそのヒントの言い方がエロく説明して、えー、ヒントを言うという 生暖かいコーナーですね生暖かい生暖かいもう本当に暖かく暖かい目でいや暖かい耳で聞いていただけたらなと思いますぜひともよろしくお願いしますぜひ皆さんによろしくお願いしますよいここで追加制ですねはい。とんこつしゅうさんからありがとうございますチェリーって来てます絶対広わいチェリーなんだよ ああ、そっかそっかそういうことですね。あチェリーっぽいって振ってくれないとな。ああ、ダメだしですね。チェリーってもう確定された。チェリーですよ。ってチェリーですよってなるんだよ前以上。まあまあまあ。なるほど。じゃあ行きましょうか。さい。まあ一つ目のヒントこちらです。どうぞ。まとって、まとって、まとって、まとう、まとって、まとって、まとって。 このやつはみーずーさんのやつですかあこれは私はいはいはいまとってまとってこれみーずーさんはよくまとってますかいやあんまりうん数回ぐらいかなあじゃあ何回かはまとったことあるんです何回かはまとったことあるえ一人まとりってありますか 二人ま、二人マトリよりは、一人マトリの方が好き。<laughs> そうですね。あの映画のマトリックスは見たことあります。<laughs> <laughs> マトリックス。<laughs> あ、ちゃんと拝見したことはないですけど、有名なシーンはわかります。あ、はいはい、ま、まとるところね。まとるところね。なるほど。まとってるところね。あ、それでもまとってはいたんだあの発砲されて、まとるところね。はいはい、そうです。え、じゃ、正解あれなんかな、違うか。まあ、二つ目いきます。二つ目いきますか。二つ目のヒント、こちらでしたぞ。巻きつける。巻きつける。巻き付ける。まとって巻きつける。ほうほう。これは、まあ、季節。 そうね。はい。ああそういうこと。俺も結婚縛りしか出ない。本当に。ああ。いやまあなままとってまとって買おうか分からんけど巻きつける。まあまあ。綺麗に巻きつけてもらうってことだなそれは。あでもちょっと分かったかもな。ちょっと。俺も俺はもう正解なんだろうなこれ。ああじゃあ三つ目いくか。はい。はい。ここまあな二つ目で当て。 ちゃうとちょっと寂しいですよね。うそうそうね。ああなるほどあ<ー>まあじゃあ三つ目まで聞いちゃいましょう。三、はい、つ目のヒントはこちらです。どうぞ。縛る。あ？あ？縛る？縛る。あれ？ちょっと違うな。纏って巻きつけて縛る。あれちょっと話が変わってきたぞ。お？ちょっとブーキーのさっきの拮抗感がすごい強くなってきてますけど。<laughs> そう。キッコーマキッコーマみたいに言な。ええいやこれまあ多分想像してるので男性より女性の方がマックマックってますよね。もう本当に。あじゃあじゃもう縛りつけるはどういう意味ですか。縛りつけるは縛って遊ぶ人もいるわけよね。いやいやいや。使い方ですよね。使い方とかではなく基本用途があるやつ。うん基本はそうやってかうん。 形をつけますね。形を付ける。やっぱ、まとらんよりまとった方が気持ちいいですもんね。え、どういうことですか?。まあ、ファッション的に。もね気持ちよさでは。ファッション的にもまとった方がいいね。まとった方がいいね。環境というかね。まあ、まあ、そうね。体温というかね。体温。体温というか、そういうことですょう。ちょっとさっきから、何言ってるのかがわからないな。あれ、違う。まあ、今の季節。大丈夫かな。大丈夫かな。つけないですよね。うん。まかないよね。 まかないまかないまとらないですよね今の季節はあれ今の季節は違うんだじゃん分からんなマジでもう行っていいですかはい正解いきましょうはいせーのマフラーこれ違いますえーじゃあもうなんでなんでじゃんあバイクのマフラーあ違う違うマフラー違いっていうわけではないあ違うんだうん正解は正解は浴衣 浴衣、<ー>浴衣、まとって、ねうん、巻きつけて,つけて帯を、うん、<ー>で,<ー>で帯を縛、帯を縛る。 あああなるほどなるほどなちょっとそれはやられたやられたなあやられたわえそっか夏もいるか浴衣はいや夏だからこそはもうそうですよ夏と言えばうんまあフリとかあるけどねそうね気持ちいいとか全然意味わからないですね何言ってるんだろうと思って本当にマフラだったらなんかなもうもして気持ちファッション的にも使えそうだし。 そういうことねはい。なるほどこれやられましたねありがとうございますしかも今回りょうけんさんからはい。メールがそのねエロく聞こえるのクイズをりょうけんさん自身が出してくれたということでとりあえずメールをいただいてますのではい読んでいきたいと思いますはいお願いしますちっくしょー右拳さえ使えたら いや、ンでやらんと、そこは。オンでやらんと、そういうところでしょ、う女優でしょ。うはい、はい行きます。りょうけんさんがここは入れてって。女優への道ですからね。これあってんのかな。ちっくしょー右こぼしさえ、使えたらで、おなじみの親愛なる隣人、りょうけんです。ペチペチペチ。はい、ありがとうございます。ペチペチペチ。すみません、飛びましたね、ごめんなさい。えー、水さんに言ってほしい。エロく聞こえる謎々。 謎謎はい今からヒントを三つ水さんにエロく読んでもらいますソバシオとプーキーは興奮しないで答えてくださいいやもう銀銀ですよ銀銀そこはもう興奮しないで抑えてくださいね興奮抑えましょうじゃ抑えきれなかったときは逆にすいませんねいやいやいや本当にすいま答えは二つはいえ丸丸とバツバツみたいな感じで答えてくださいえホニャらラとほにゃらら 答えが二つあるってことですよね。う二つでまあ一つの答えってことかな。秀治とアキラみたいな感じですよね。まあそういうことですね。そういうとなるほど。秀治とアキラか。ではヒントいきます。は一つ目。なめます。なめます。エロいな。うまあ舐めます。はめます。二つ目。立たせます。 なめます立たせますあ、いいなエロいなんかなんか大人のエロさ感じるわなはい三つ三つ目入れますえさあなんだ入れますで何々と何々という答えなんですよね正解は何々と何々なーんだ もうと明らじゃないないんでよそれで言うんだったら。<laughs> あの二人できてるでしょ確か。いや、やめろ、やめろ。まあ、確か、な、二回目ドラマ共演してるもんね。うん、うん、できてるはずだよ。ある意味運命だね。はい。え、全然、ある意味運命。え、そういう歌があるんですか。え、今、その例えでいったんか、あ運命だ。運命っていう歌があるんかな、どうっすみません、あの、そこは流していただけたら。すみません。はい。なめてたた、なん、でしたっけ。え、一つ目、なめます。立たせます。入れます。なめてたたして。 入れるだから二つの道具があるってことですよねそうだねあ、じゃあむずいなこれむずいぞこれ上手だな考え方あ、私結構得意です水さん得意舐めてたたして入れるの得意なんだうん結構一発で一発で一発一発で一発でな。じゃあ絶対舐めから 舐めは外せないんすよねあこれねそんなこともないそんなこともない大城さんも分かってるんだあう慣れたらそうえっとねえもうそっち系じゃないの本当に本当にねこの先っぽの状態による先っぽの状態によるこれじゃないや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  すぐできる。すぐ入れる人もいる。すぐ入れる人もいる。あ。でも、セ席ついた人。俺分かったかもしれん。俺分かったかもしれんな。おおお。これでも、うん、失敗し。たら、うんってなりますよね。あ。確かにそうだね。すみません。なんか、あの。早く入れたいってなりません。イライラしてくる。え。あ、わかる。なかなか入らないと。うん、違。 ああわかった大島さん血が出る時があるってもうそれじゃないですかもう絶対わりましたね絶対それじゃないですか出るな血血も出るねああ痛い痛いようんうちはよく血出してるなんかそのその行為が終わった後タバコ吸いたくなったりとかするいやいやいやアフタートークとかいるシェリーなのによくわかるなお前そういう人ももしかしたらいるかもしれないいるんかい一仕事終えた っていうあれで。あ,あ、でも、わからん、わからん。わからんわ。じゃあ、でもしょう、まあ、しょうさん。俺、えてこれ、でも、は、まあ、あ、そういうことか、二種類、あ、そういうことね、わかりました、うんうん、答えいきましょう。えー、すげえ、お願、はいします。じゃあ正解しょうさん、答えは。ハと糸。ピンポーン。 ああ、そういうことか。はい、ええ、なめます、立たせます、入れます。正解は針と糸でした。そうだよ。いや。ということで。できてるんいや、すごいね。ああ、そう。してられた。いや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 。なんかどうすか、水さん逆に悔しくないですか。いや、もうスガスガしいよ。逆に参考になるわって思うな。本当に。これなんかマックスいった感じしたな。ねなんか入れて立たす。 見せつけられたね、なんかね。まあミズさんはもうなめ、もうねえ、仕事柄はそうですもんね今。まあそうだね、はい、よくよくトめて。よくなめ、よく、うん、でも最近はなめなくてもいける。あ、あ<っ>それでミズさん。 今そういうい仕事ああなるほどなあもう仕事だそうそうだよ仕事でもう貼り付け仕事がねよく使うので、うん、ああすげえやってっからだもうな、うん、めなめなくてももう入れきれるらしいもももでもぶっちゃけなめなくてもハサミで形整えたりとかもできるからへえはいいいいい。いい ね、お題でいただきました。ありがとうございます。はい、というわけで、ええ、水さんと両県さんの以上、エロく説明して、当てようのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いいですね。なんか、逆にこういういただけたら嬉しいですね。逆にうちも当てたい、なんか。ああ、いいですね。今、今までや、やりまくってたから、やりまくってたから。ただただやりまくってたから。うちも答えたい。 いいすねじゃあもうこれもうなんかね全然もういいんでこれ皆さんからもう募りましょうよじゃあふうにだけたらはい水さんのやった後にそのね両圭さんの今日いただいたやつのクオリティみたいなやつをぶっ込んでどっちが良かったかみたいな比較もねいやいや比較比較は別にいいんじゃないですかっていうのもできますしねじゃあ一旦 CM を挟みますかはいメールツイッギスまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いしますそれでは一旦 CM ですどうぞ。 この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。キャー助けて。<laughs> 叫んでも無駄ださあ悪いことをしてやるぞちょっと待てーああこの声はちょっと待てーすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはいお菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れすがなすぐ行くぞ洗剤も安いないや早く来い良い品をいつも安くビッグワン安全 さあ、オリジンチャンプル金曜日後半戦でございますよろしくお願いしまーすじゃメールいきましょうかはい、メールいきます劇団大勢のカシユカかっこパヒュームことミーツーとすっとこのプートショーそしてラジオ前のオーディエンスオスほら柴井太郎乾かせあ、ありがとうございます明けたねありがとうございます明けましておめでとうおめでとうございますもうね、暑いですねおりごと ありがとざ <laughs> ところで <laughs>、えー、ミーズのビキニを着る企画はどうなってんのあ、<ー>ああそっかもうプーキーのフェイスブックの時事ネタは受けたね。カッコ、アラ、<laughs> ショーは特にないですということで芝居太郎かかつさん、ありがとうございますありがとうございます あ、そうね。そろそろ詰めていかないといけないっすわな。そうね。水さんのこのビキニ企画、もう待ちに待ってますよ。これはね。待つよ。待ちに待ってますか？いやいや。待ちに待ってますよ。こっちは。あ、そうなんだ。水さんのビキニ企画。大きい声で言っときましょうよ。今。八月くらいって言ってなかったっけ？八月ぐらい。まあでも七月ですよ。もう来週で。もういよいよそう。 そうだね。一ヶ月でどうすか、もう体の締まり具合は <laughs> どうすか？あ、<laughs> あの差してください。いやいしてくださいってなんすか？察してください。うわー、これ全然締まってんなーとか見られるの嫌でしょ。いやいやいや,いやもういやいやもうもうあの本格的に、ね、頑張っていきます。向こうがまずねビキニ屋さんがそう許可得られるかが、ねうん、まだわからないので、ね、許可得てから、うん、まずお店もピックアップしないとねそこから。 そう、ね。まあ、そうですね。まあ、俺の知り合いのお店があるんで。いや、いや、いろいろ、怪しいな。行きつけの。お、行きつけの。お前、行きつけてるんだ。うん、そこでよく買ったりする。あ、そうなんだ。え、ちなみに、女性用もあるよね。あ、女性用しか置いてないです。

でおなじみの試合なる日に両県ですペチペチペチ。ジ2通目ですね三人さんは昨夜のアメトーク見ましたかアトークまだ見てない録画したけどゴルフ大好き芸人やってましたねゴルフ大好き芸人去年から万代がゴルフにハマり始めていてだいたい月一で西原グリーンセンターに行っていますへー たまにキャンさんも一緒です。カッコはら。うん、えー、三人さんはゴルフやりますか。今ゴルフクラブのセットが余っているので、誰かもらえませんか。と言いつつゴルフ仲間を増やしたい作戦。作戦今から、うん、えー、ゴルフに最適な季節ですなということでいただきました。<ー>いいっすね。ゴルフ。ゴルフはやったことな,いな。月上オリジヤンはのキャンさんも一緒にされてるんですね、うん、ゴルフ。あ、いいね。あ<ー>あ。 キャンさんとゴルフ行ったら何かしら接待とかやったらテレビの出演とかあるかもなまあそういう感じではないや裏の話はやめよやっぱ芸人はやっていかんとなキャンさんと接待やっていかんとお前一番いかんだろプライベートでもいかんゴルフねゴルフねでも確かにまあそのセットがあったらいいかもしれんなまあ人生な 経験したいよななゴルフぐらはでもすぐ行こうってなって行けるもんなんすよねだからね人がいないとやっぱまあ一人で打ちっぱとかのパターンになるからねあのなんかなんだっけアミューズメントパーク的な感じでスポッチャとかでんか軽くできるじゃん。あれ何回か挑戦したことあるんだけど一回も球を打てたことがないわけ。 玉を打てたことがないうんゴルフボールをこう…当たったことがない当たったことがないあれみんなどうやって当ててんのいや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 あれちゃんと見て当ててるんですよいやちゃんと見てるんだけどちゃんとこのクラブの先ポットゴルフボール見て打ってるんだよだもう運動神経がやばいんじゃんどんなって打ってますちょっといや普通にたってやってもらってスイング すみませんラジオじゃ伝わらないですけど音音ちゃんと何か言ってくださいプシてあの谷間をちょっと寄せる感じこっちで谷間をこっちでちょっと見せてもらっていいですかいいっすねあもっとキュッてして肘肘のところキュッてしてそうそう挟む感じ挟む感じおいい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 いっすよボール見てます今今ボール見てますよねはいそっからそっから振り上げて振り上げてで てたぜ。俺の心にホールインワン。なんだ、俺の心にホールインワン。いや、いい谷間でしたね。どこ見てたおい。見ると、口がいや、もう空間、なんでしたっけ、お城さん。空間、能力みたいなのがもうないんでしょ。あ、バッティングはッたまに当たったりします。

すごいな。ボールそのまま落ちるだけみたいなコルフバットどうなってるばそれじゃあ最初のワンショット以外じゃ全部いけるんじゃないですかじゃワンショット以外全部地面なんで逆に地面からポッていけるでしょいけるかもいけるかもじゃないいけるかもじゃないですよ下行くんだ下行っちゃうね掘っちゃうってことなんですねそうえぐっちゃうね地面地面スレスレのまあ球をちょうどいい なんていうんですかね、その高さで打つことができないってこできない高かったり低かったり、掘っちゃったりする低かって掘っちゃうまあ、りょうけんさんが持ってるってことなんでなんか、今度三人で遊びに行こうみたいなこと言ってるさあ、そっかそれでゴルフいいんじゃないマジであ、いいねお行きたいね夜がいいななんでなんで焼けちゃうからいや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 焼けるってそ誰に言ってんだよって話ですよ 別に気にせんって気にせんから焼きましょう逆に逆に夏ですからじゃ今は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 良きとして良きとしてあの20年後とかに響いてくるので別に20年後にミズさん見てる人大一人別に今を今を今を生きよ強いだな年老いてるんだからそ死にもう日焼け止め塗って参加しますあいいんじゃないすまあじゃりょうけんさんにね 紹介していた。あ、ガチでガチで本当に。あ、俺はもう行かない。おい。なんだよ。うさうさあ、もう本当に面白そう。ゴルフね。いいね。これね、あ、バットがあったらいけるんかそのゴルフ。ゴルフバット。クラブ。クラブ。ゴルフクラブ。ゴルフのあの打つ棒があったらいいか。あの棒があればねできますから。回りたいっすね。誰が一になるかとかあ、俺絶対負けんよ。 あそう俺はう,うまそうだよホントに同時神経半端なういっすから俺俺は本当になんともいいんぐらいの下手くそっぷりだと思うから <laughs> 本当に笑えないぐらいの下手くそっぷりだと思うから球技全般は絶対いけると思うからまんべんなくいけそう本当にける絶対できるわこいつもガチでスポーツをやってる時が一番なんかちょっとああ こいつ似合わんなと思う <laughs>、まあ。まあ一応俺みたいなやつがな。お前がちゃんとするなって俺は思っちゃうんですよね。<laughs> なんかわかんないですね。ちょっとこれも次回ね。はい。詰めていきましょう。ういは,いはい。は、え、い、ー。本日メールいろいろありがとうございました。本日のお相手はすっとことこいそばしょた。っとことこいプーキーと。劇団を絶望やみつきでした。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。 ちょっとまだね、りたいやいや、あのというのもですね、はいっ一旦戻りまして、この先週、シーゲイさんからちょっと差し入れでいただいたものがありまして、それをちょっと、今日もう実際にねいただきましたよ、ありがとうございますっていうのをちゃんと見ようということで。おお デージ酒やし、うわいいな、お前ももらえるからねいいなっお前もらえないわけではないから、そうか誕生日ってわけじゃないんだ。そういうことです。あやっしげさんが誕生日だった。やったマジ嬉しい。ありがとうございます。オリオンのやつ。しげさんちゃんといただきましたので、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうはい。ぜひねまた今後もよろしくお願いします。おいちょっとまあ明けましてるめでとうさん何してんすか。びっくりした。 改めまして本日のお相手はストコどっ,い場所っこいそばしょうとストコどっこいブキーと激ダウンザゴヤミ好きでした。